昨日何のために俺の姿になってたんだ。弱点か。そう、弱点さえつかめたらあいつの口を封じることができる。しっかり捕まってろよ。手を離すんじゃないぞ。決定的証拠をつかまれたら。よかった、姫ちゃん。それ行くよ。それ、おっと、弟の慎太郎くんだ。姫ちゃん、今日こそ大地の弱点を絶対探り出すんだよ。あ、大地。お兄ちゃん。ん？ほらよ。サンキュー。おい、慎太郎に何するつもりだったんだよ。別にその…何考えてんだ？え？何を企んでるんだ？俺の弱点でも探ろうとしているのかよ。弱点なんてそんな…もっとも、俺に弱点なんてもんはありゃしないけどな。慎太郎！どうしたんだ？慎太郎は？慎太郎！慎太郎！やだ、下ろしてよ！お兄ちゃん！お兄ちゃん！やかましい！おまんまの食い上げにするつもりか。乗っけたおじさん、誘拐なんだ。弟がさらわれた。何？本当か。よし、乗れ坊主。私も行く。バカ来るな、お前は。やだ、私も行く。足手まといだ、ついてくるな。いいから早く乗んな。どんな車だって？白い車。そこの角を右に曲がった。よっしゃ。野々原、え？お前はここで降りるんだ。いや、私も一緒にしんちゃんを助けに行く。帽子かぶってる。無茶言うなよ。すっげえ危険なことなんだぞ。でも一人でも多い方が何かの役に立つことがあるかもしれないじゃない。大丈夫、私結構力強いし、あ、運動神経には自信があるから。バカ、女だぞお前は。やるねえ、お二人さん。まあ、高速じゃ下ろせないよな。いい、もう勝手にしろ。よし、二人とも目ん玉ひんむいてしっかり探せよ。
しいな。こんだけ走っても見つからないなんて。じゃあ犯人は高速にはいない？いや、料金所で確認したからこいつに乗ってることは確かだ。どっかで追い越してたんだ。よし、あいつだな。二人ともしっかり捕まってな。おじさん、こういうのは得意中の得意なんだ。おじさん、得意中の得意だからっていくらなんでもスピードの出しすぎよ。大丈夫、俺はなんせ昔は暴走族だったんだ。冗談じゃないぜ、そいつらを追いかける方。警察関係の人？似たようなもんだが、実は刑事アクションドラマの大ファンなんだ。全然似てない。あいつらくそ。どっちだ？あそこ！くそ。いいか、今日中に5000万円用意しろ。札に作ったり下手な手出しをしやがったらこのガキの命はねえ。親父。あ、はい。今すぐ車で家に戻って金を持ってこい。待てよ、この人は関係ない。いいから。でも5000万なんて大金うちには。親戚中回ってでも集めろ。いや、でも今日は日曜で銀行はお休みだし、明日にならないとね。ほら、明日の昼までだ。1秒でも遅れたら。いや、でも5000万はちょっと。口座にはどれくらいあるんだ？2万飛び200円だったかな。ざけんじゃねえ。いいか、5000万だ。5000万、きっちり5000万、何としてでも用意しろよ。はい。とにかくまず警察に連絡しよう。札には言うな。連絡したことが分かったら、そう、今度はこいつの頭にぶっ放してやるからな。慎太郎。慎太郎君、急いで。チャッピー、何してるの？早く人間界へ、早く行くのよ。でもこんなこと大王様に知られたら。そんなこと言ってる場合ではないの。大丈夫、私が全責任を負いますね。そうですか、さっさ、そこまでおっしゃるのなら。人間界へ超特急。知りませんよ、私は。いったチャッピーレン。エリカ様、何度も申し上げましたでしょう。でもレン、大変なの。もしかしたら姫ちゃんたち殺されてしまうかもしれないのよ。分かっているのに見ているだけなんて。魔法を使えば助けることなんてわけないのに。エリカ様、仕方ないのです。そもそも本当は魔法使いが人間界に行って助けるということなどありえないことなのですから。でも私は見てるのに、知ってるのに。そんなのって。姫子さんにはリボンがあります。それでなんとか切り抜けることができるかもしれません。でもリボンのことが他の人間に知られてしまうのよ。そうなればそれも運命だったのです。どうしてそんな冷たいことが言えるのよ。いやよ、もうこんな授業、私魔法の国なんてもう嫌です。
か。冗談なんかじゃねえぞ。明日の昼までだ。それまでこのガキは預かっておく。ほらよ、中で寝てな。あの野郎。おいおっさん。おっさん、すげえ勘違いしてるぜ。この人はその子の父親でも何でもないんだからな。おい金取ろうたって無駄だぞ。なんだと。そうかまあいい。それならてめえんちに連絡するまでよ。あのガキの兄貴だろ。俺んち両親とも今仕事中だけど。会社に電話しろ。本当にいいの？来るな、撃つぞ。俺んちの親二人とも刑事なんだけど。何？あ！大地！刑事ドラマよりすごい。おじさん！ピストルも最近は安くなってな。2丁持ってたんだよ。そいつをこっちによこしな。よこすんだ早く。くそ。大地、大丈夫？バカ、下がってろお前は。まったく手こずらせてくれるぜ、このガキどもはよ。両親がデカだって上等じゃねえか。こうなりゃてめえら二人とも人質だ。来い、おねえと皆殺しにするぞ。どうせ俺は生きてる価値のねえ人間よ。今さら人殺しなんて怖くねえ。いいか、銃数えるうちに来い。1いい。姫ちゃん。3 4。大地、私慎太郎くんに変身するから。5。犯人が気を取られている間に慎ちゃんを小屋から連れ出して。6。7。8。いつの間に。え、待て待て。大地、早く。慎太郎。待て。大地、うまくいったかな。ざま見ろ。野原、おとなしく小屋に入ってろ。バカ、離せって。おろせよ。たく、どいつもこいつも。おじさん、おじさんたら、おじさん。うわ、無事だったのか。この子連れてってどっか安全なところまで。それと警察に連絡を。あ、わかった。あ、ねおい。そう、ガキども一体どこに隠れやがった。一人はここだよ。だポコタ。うん、なんか言ったか。ブヨン。ありがとう。見て見てこれ。ポコタ偉い。早く元に戻るんだ。ルレラパ、元の姿になれ。何さっきからブツブツ独り言言ってんだ。うるせえぞ。はい。なんだ。
なんでお前がここにいるんだ。さあ、なんででしょう。ん、お、チビがいねえ。どうやって逃がした。ちょっと、服引っ張らないでよ、苦しいよ。うるせえ。チビをどこにやったんだ。その1、羽が生えて飛んでった。その2、実は透明人間だった。その3、今までのことはみんな夢だった。さて、どれでしょう。あ、本気で殺されてえか。死ねえ。パラレル、パラレル。マリはでかくともまだまだガキだな。そっちから飛び込んでくるとは、探す手間が省けたぜ。野の原。俺だ。撃ったのが俺で、撃たれたのはお前。いや、撃たれたのが俺だから撃ったのは。俺って、助かった。大丈夫か。うん、しんちゃんは無事。早く元に戻れよ。本当なんだよ。本当にもう一人俺がいたんだよ。分かった分かった、続きは後で聞こう。よくあるんだよ、こういう状況で幻覚を見ることは。俺に懲りてもう二度とこんなことはやめるんだな。だって僕、会社のお金使い込んじゃってどうすることもできなかったの。もう、ああ分かった分かった。バカモン、どうしてすぐに連絡せんのだ。一歩間違えば大惨事になっていたところだぞ。ごめんなさい。大地のご両親、刑事って本当だったんだ。警部、あんまり怒るとまた血圧が上がりますよ。うるさいうるさい。すいません、私の責任で。いえ、うちのバカ息子が全て悪いんです。いってご迷惑をおかけして申し訳ありません。慎太郎は眠っているよ、隣の部屋で。しかし、お前どうやって犯人を捕まえたんだ。教えないもん。大地、どう、慎太郎は。ええ、よく眠ってるわ。念のために目が覚めたら後で病院に連れてって精密検査を受けさせるけど、ここで待ってるって聞かなくて。ずっとお兄ちゃんって呼んでたわよ。慎太郎、ごめんな。なんか俺、追いかけることしか頭に浮かばなくて、怖い思いさせてごめんな。みんなに。え？俺、お前のことを誰かに話そうなんて思ってないけど。え？なんで？どうして？だって探ろうとしてたじゃない、私のこと、変身のこと。あれはただの俺の興味本位。気になるだろう、誰かが自分に変身してるなんて何のためにとかさ。言わないよ。